はーい、よっしゃー、わっしゃー、よし、ちょっと急にパタンとってくれる、こんな楽しいアトミクセルンでーす。久しぶりの酒入りの回だったから楽しい、はい、テンションこう上げてこうグッといこうと思ったけど、ケツの圧がすごいね。最初の導入部分僕喋っていいですか？あ、まだ、まだ何回もあるし、生放送を終えました。アトミクセルンです、はい、田中文也です。はい、三浦和之です。はい、高橋真央です。はい、正木亮太です。はい、ということでね、まあ、高橋さんのテンションからも分かるようにですね、今回ですね、まあ、久しぶりにお酒を飲みながら配信する回となりましてですね、はい、まあ、この番組は酒飲みトーク配信番組なので、まあ、酒がこの、とってもいいお酒をスタッフさんに用意していただいて、こいつを用意してもらったんですよ。石川県の、本当に美味しかったね。原神という名前の、はい、お酒を、用意してもらって、まあ、みんなで楽しく飲みながら放送しましたけれども、はい、どうでしたか皆さん今回。いや、最初緊張した。やっぱなんか久しぶりのその酒飲みっていうのもあって、人前ですしね。そう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 。まあでも飲んでみたら意外とこうね、こんな感じだったなって感じでしたね。そうね、この番組ってみんななんかワイワイ楽しく時に喧嘩をし、いがみ合いながらもですね、バリ雑言が飛び交う中でですね、なんとか、楽しい放送になったのではないでしょうか。今日のコーナーも面白かったよね。そうです、まあね、いろいろやったからね。いろいろやった、全部面白かったね。盛りだくさんでしたね。はい、そんな盛りだくさんの内容、何をやったかなってちょっと気になる方はですね、こちら11月7日までアーカイブは残されておりますので、うん、ぜひ何回も何億回も見ていただけると嬉しいです、ね。うん、じゃあみんなが見たくなるような一言を高橋さんお願いします。俺かい。よしよしよし、みんなの世界は僕の世界でもある。さあみんなで見よう、アトモン7。アトモン7じゃねえや、なんだアトミックセブン、皆さんよろしくお願いします。